でもその全力で振ってくれた方の脳に残ってるのがやっぱポイントなんですよね。はいはいはい。さあ52、惜しい、 51.5 ですけど、もうどんどんボールスピードも上がってきて、今ボールスピードが 68.7、 もう70が見えてきましたね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。お、51.3、 さあこの感じで、お、50.5、 いいですね。もうなんか50超えが当たり前になってきましたよね。そうですね、確かに。トップも大きいんだけど、はいはい、胸の回転がちょっと浅いんですよね。90度いってないぐらいなんですよ。もう向こう側の時計の方に向けるぐらいのイメージですよね。それぐらいでちょうど90度プラスアルファぐらい、はいはい、新幹線の終電ですよ。はい、まあ、
おお、いい。51.8。51.1 ですね。もうボールスピードがね、はい、68とか9とかがね、はい、当たり前になってきてるんでね。70超えしていきたい。70超えしたいですね。ね。51.5。素振りするときと、はい、球打つときって、はい、スタンスの幅って変えてる意識ってありますか？はい、ないっすね。ないですか？はい、球打つときの方がスタンスがすごく広くなるんですよ。あ、本当ですか？はい、なるほど。はい、でスタンスが広くなって、はい、ボールを結構左目に寄せてるんで、はいはい、こう届かなくなっちゃうんですよね。あ、右にこう持ってそこから届かなくなっちゃって、はいはいはい、でそれで届かせようって状態で突っ込んでっちゃったりするので、あ、それの時の方が突っ込みがなく、はいはい、なるほど、増えてるんで、あ、そう、無意識だと思うんですけど、はいはい、51台がね、だんだん安定してきましたね。うん、51.7、上がってきた。はあ、さあ次は玉打ちで52ですね。はい、もうとにかく、はい、ゆるく上げたらこの右側で腕をさっきのタオル振りの感じでジャ、はいはい、ーンと全力で振り下ろしてください、はい、もう早い、いいですよ。あー、51.9。せっかくなのでカメラに51.9 ですね。最初はもう当たりとかね、気にせず、とにかくスピードだけ、スピードだけ、ひたすら速く、はい、もっと速く、もっと強くと。おーい、51.4。50.3。50.3。なんかそのクラブ振りやすくないですか？めっちゃ振りやすいですそうなんですよ、はい、しなり具合とかもね、はいはい、まあ、しなり戻りが強くてヘッドスピード上がる系のシャフトって、はいはい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はいはい、今、はいはい、でもこれは結構戻りが早いんですよ、設計最高ですね、超最高速で戻る設計になってる、はい、めっちゃいい、はい、だからインパクトの感触はそんなにこう柔らかい感じじゃないんですよ、はいはいはい、ピシッてこう硬い感じになるんで、うん、それがちょっと特徴なんですよね、うん、でそれを欲しいんですよ、はあはあ、柔らかくてめっちゃ早く戻る、はい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 、52。惜しい、51.5 ですけど、もうどんどんボールスピードも上がってきて、今ボールスピードが 68.7、 もう70が見えてきましたね。右サイドでさっきのタオルがあるんです。今の感じ良かったですよ。遅いけど、もう違うんですよ。でもこうやってやってると、はい、今日抑え
最初1回目クラブ行った時に、はい、1回目で 48.x 出た時に、はいはい、あれってなんでこんなに最初から出るのってなったじゃないですか、はい、48.6 が、はい、でも今だと50が、はい、あ遅いって言われるじゃないですか。これがねヘッドスピードアップの練習の不思議なところですよね、はいはい、だんだんなんか当たり前の感覚が変わってくるんですよ、はいはい、最初は50出て、はい、あ結構50出たぜみたいな、すぐいいじゃないですか、はいはい、それが50がもう不満になってくるんですよ。こうやってどんどん上げていかないといけないですね、当たり前の感覚を。52.1、おお、いいですよ。ああ、これは 50.6。 やっぱ今の日本の女子のドラゴンプロのね、はいはい、選手の、まあ、ヘッドスピード、ユピテルで50前半ぐらいがトップレベルですから、で70超えたら、はい、ボールスピード70超えたらね、もうトップ選手の仲間入りですから、はいはい、もうね目の前です。すぐ。はい。たまるって53とか上げていきたいですね。うん、いいですよ。ああ、遅いですね。遅いですね。9なんてもうかかとまで